サッカー韓国代表で、イングランドプレミアリーグトッテナム所属の孫ミンが、ォンドで発生した山火事被害に1億5000万ウォンを寄付した。去る12日、江原放送によると孫ミンは山火事で被害を受けた住民らのため義援金を帰宅。希望ブリッジ全国災害救護協会を通じて1億5000万ウォンを寄付したことが分かった。